都に到着。こっちの車両はそのまま盛りの方に向かうようです。こたつ列車楽しかった。まあなかなかレトロな駅舎ですね。無事に都に到着しました。こちらがJR 側。JR では盛岡方面に行けます。都駅前に観光案内所あります。え、自転車借りれる。もしかして観光案内所で浄土ヶ浜の地図入手しました。土産物屋の三鉄屋、今日休みか。キャレルという商業施設入ってみようかな。キャレル開いてないやん。閉店。こうやって横から見ると浄土ヶ浜が完成します。お目当ての店住吉、今日やってない。イーストピア都入ってみよう。渡り廊下から三陸鉄道の車両がよく見える。ここ市役所の手で年始で閉まってる。ここで荷物預けていこうっと。じゃあこれから浄土ヶ浜に行きましょう。3番乗り場から乗れるようです。これかな、浄土ヶ浜駅。このバスはシートピアナード桑形市下町経由宮古病院行きです。浄土ヶ浜ビジターセンターに到着。もう目の前は駐車場ですね。多分今日はビジターセンターやってないんだろうな。案の定今日は年始でやってない。目の前には海が広がってます。あれが海猫丸という船ですかね。じゃあこっからちょっと上の方に上がってみましょう。この上が臼杵山自然公園のようですね。なんかちょっと道危なさからやめとこう。ちょっと車道の方から上がっていきます。上の方には水産科学館がありました。なんか不思議なモニュメント。水産科学館ですけど、やっぱ今日休みや。うわすごい、みちのくという船。一度ビジターセンターに戻ってきました。では次にお台場展望台に行きたいと思います。この一通の道の先にあるようです。ここから一方通行ですね。めっちゃいい眺め。どうやらここが入り口のようですね。一通に入ってすぐに、分かれ道が出てきました。何この都港海戦記念碑、ここが目印か。
この奥がお台場展望台のようですね。ここから250メートル、では行ってみましょう。分かれ道、まっすぐ進んでいきます。あ、途中ですげえ岩が見えてきた。わ、こっからの展望なかなかいい。あれがよくパンフレットで見かける光景ですね。展望台ありました。記念碑のところから5分ほどで到着。お、いい眺めが見えてきた。すげえ、めっちゃいい眺め。ここ素晴らしい。ここ絶対来た方がいいですね。浄土ヶ浜に来たら。一応先っちょの方まで来てみました。わ、こっからはよりいい眺めですね。遮るものがなんかより少なく感じる。わ、素晴らしい眺めだ。すごいなこの形、心が浄化されそう。あの浜がどうやら浄土ヶ浜ですかね。お台場展望台から浄土ヶ浜を見ました。次は間近から見たいと思います。ビジターセンターまで戻ってきました。ここから浄土ヶ浜に降りたいと思います。ビジターセンターで下の階まで降りれるようなんですけど、今日は空いてないので横の歩道から降りていきます。ビジターセンターの右側に歩道があるんで、ここから降りていきます。まさかの通行止め。また記念碑のところに戻ってきました。ちょっと展望台方面の道進みます。先ほどの分岐まっすぐ進むとお台場展望台ですけど、ここを曲がって降りると浄土ヶ浜に行けるようです。降りた先、ここ行くとは遊覧船乗り場ですね。トンネル抜けるといい眺めのところに出てきました。あそこが海猫丸の遊覧船乗り場ですね。今日はちょっと定休日でやってないようですけど、この道を登っていくと、ビジターセンターに行けるようですね。ではこのまま浄土ヶ浜の方に向かいます。トイレ開いててよかったわ。ここ青の洞窟サッパ船乗り場のようです。ここでサッパ船に乗れるっぽい。しばらくこの海沿いの道を歩いていくようですね。わあ、すげえ、めっちゃいい眺め見えてきた。すごいいい眺め、ここ。うわあ、めっちゃいい、見えてきました。あそこがいわゆる浄土ヶ浜ですね。素晴らしいビューだ、ここ。海の色もなかなか綺麗ですね。ここら辺の海の色すごいいいぞ。この辺りは小石浜というようですね。ついにやってきました、浄土ヶ浜。すげえ、めっちゃ海猫が飛んでる。ちょうどここが奥浄土ヶ浜バス停のようですね。浄土ヶ浜の看板出てきた、映える。めっちゃ海猫いるな。これこっちなんか石がゴツゴツして歩きづらい。うわ、すげえ。なぜかここに海猫集まってる。すごい大きな火がありますけど、何の火でしょうか。浄土ヶ浜レストハウス、ちょっと寄ってみましょうか。展望台か、めっちゃいいな。
宮古って瓶ドンが有名なんですよね。レストハウスで海猫用のカッパエビセン売ってます、150円。食事どころの海猫亭、ちょうどがハマる。トイレ、駐車場、結構車止まってますね。レストハウスの横側に展望デッキあります。屋上の展望台にやってきました。うわ、いい眺め。いや、こっから眺める浄土ヶ浜最高ですね。ではすぐそこの屋上土ヶ浜バス停から帰りたいと思います。本数はあまり多くないので注意しましょう。1日6本ほどか。まだ時間あるんで海猫たちにカッパエビセンあげたいと思います。バスやってきました。じゃあ食ってくれるかなって、海猫いなくなってるやん。海猫食うかな。うわ、すげえ、食った食った食った、めっちゃ食うやん。どんだけカッパエビセン好きやねこいつら。もうバスの時間が迫ってるんや、うん、めっちゃ集まってた。じゃあバス乗って宮古駅に戻ります。宮古駅に戻ってきました、ちょっと暗くなってきてイルミネーションが綺麗になってますね。ロッカーから荷物取り出して今日の宿泊施設に向かいます。今日泊まるのはここホテルビッグウェーブ、駅からも近いです。アメニティ一通り揃ってる。お、なかなか広い部屋ですね。なんかすごい年季を感じる電話、テレビ、冷蔵庫、完備、部屋、バス、トイレ付きです。チェックインも済んだことですし飯食いに行きたいと思います。宮古駅前ライトアップされてて綺麗ですね。今日はこちらのジャノメ本店でいただきたいと思います。いろいろあって悩むけど瓶ドン、ジャノメお任せ第2章。すげえ、瓶ドンやってきた。なかなかでかい瓶が2つ。すげえ、すげえよ。やべえ、これめっちゃ豪華やん。すいません。いろんな会議、うん、じゃあ、テストもそういう時は、コミュニケーションやはり、それは山田出身で、中をってね、うん、どっちなのか、もう中尾のようなものない、全然関係ないって言ってたら、広木さんが、ちょっとお世話になった。そして、一回って、青田福でした、うん、
スはもう、うん、ね、うん、ね、あれのことに、うん、うん、2970円分食った、うまかった。お年賀にティッシュもらいました。ホテルに戻ってきました。東北地方一周の旅6日目が終了しました。本日は八戸から宮古までやってきました。明日は三陸鉄道でさらに南に進んでいって宮城県を目指したいと思います。それではおやすみなさい。5時半頃目が覚めました。まだ真っ暗です。6時前ですがチェックアウト完了しました。7日目スタート。駅前真っ暗、まだ真っ暗ですが移動していきます。次の目的地は釜石。釜石まで1540円。黒字かくん、面白いなこれ。それでは宮古を出発いたします。それではこちらの釜石行きに乗車いたします。すごい、全席こういうボックス席でテーブルもついてますね。いやー、この席めっちゃ快適です。トイレもあるので長距離の移動も安心。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。